うん、ではい、こんにちは。今回はイノシシの生ハム作っていきたいと思います。これなんかシリーズ化したいね。でこれ今回はカチンコチンに凍ってるんですが、なぜかというとこれ夏に取れた子なんですよね。で夏に生ハム仕込むのはさすがに無理だと思ったので、足部分だけ取っておいてアイスストッカーに入れておいて、で今もう11月後半に入ったので生ハム仕込もうかなと思います。で今回いつもと違うのは、今までね、あの正面の毛を切るのにハサミとカミソリ使ってたんですけど、よく考えたらバリカンでいけるんじゃねと思い、今回はバリカンで表面の毛を切っていきたいと思います。多分ねいけると思うんだよね。まあまだカチンコチンだけど、いってみます。ゆけ、あーいけるね、いけますね、すげえ剛毛だけどいけますね。いやーこれ早くていいわ。なんで最初からしなかったんだろうと思う。はい、では剃り終えたので塩漬けしていきたいと思います。あの結構表面に毛残ってますけど、あのハムってのは食べる時に基本表面削るのであんまり僕は気にしないです。あとね、前回アップした時にあの塩漬けの最中のドリップどうするんですかっていうすごいコアな質問が来て、あの伝えるの忘れてました。この基本コンテナに入れてるんですが、保存する時に若干勾配をつけて、こうやって角っこにね見えるかな、穴を2つ開けてます。すると保存してる時のドリップが全部この穴から出ていってくれるという寸法です。では塩漬けしていきましょう。まあでも多分まだカチコチなので、塩漬けしてる最中に解凍して、あのこの肉の厚みが下がっていくので、保存している最中に何回か様子を見つつ掲載を整えていきます。はい、とりあえず適当に塩まぶしましたが、さっき言ったように冷凍でこの肉の高さがありすぎてうまく密着できないんですよね。だから保存しつつ、解凍した 2,3 日目かなを頃合いを見計らって、もう一回ちょっと塩をきれいに成形しようと思います。それでは2日後、はい、だいぶ予想通り肉の高さがなくなってね、塩が剥がれちゃってます。なので今回塩をまたきれいにまぶして、もう 2,3 日ぐらい置いておきます。はい、じゃあ 2,3 日待って塩抜きですね。はい、3日後です。言っていたように穴からドリップが抜けてるので全然汁気はないです。ではこれの塩を落として塩抜きやっていきたいと思います。
ではこれらを15分かな水にさらして塩抜きをします。あまり抜きすぎるとね、あの保管中にいろいろねカビが生えたりするらしいので、僕は15分でやってます。美味しくなるといいね。はい、塩抜きが終わったので麻紐で縛って吊るしていきます。はい、吊るし紐完成です。適当ですね。まあ外れたらまたつけりゃいいだけの話で、これを干していきます。ここに吊るしていきます。ちなみにここにあるのは2018年3月と2018年6月、もうこの子は1年半ぐらい熟成させてる子ですね。後でちょっと味見してみます。はい、ダイナミックに干し終わりました。あ、日付変えとかんといかんね。で、あとは乾燥させつつ、まあ最低でも12ヶ月、1年は熟成させます。乾燥はなんだこれ、除湿機を使ってます。スイッチオン。はい、で、さっき言ってたこの子、18年3月9日、今日が12月なので、1年と、9ヶ月、21ヶ月熟成です。ちょっと味見してみましょう。自家製のハム置きを作ったので、それで切っていきます。はい、こんな感じですね。表面カビだらけですけど、食べるときには表面全部削るので、僕は全く気にしていないです。真似するとしたら自己責任でお願いします。では。まだ浅いところはちょっと乾燥してるな。はい、ではこの辺からかな。ちょっと試食してみましょう。ハムは可能な限り薄く。はい、試食です。多分外人だとってやるやつですね。もう塩と肉の味しかしない。まあハムだね。これがハムだね、多分ね。ただやっぱりイタリアとかスペインのハモンとかプロシュートみたいに素晴らしい出来にはならないです。あれはやっぱりね、もうプロの技なので。ただまあね、狩猟してる人でもも肉バラすのめんどくさいとかいう人はもう
桃丸ごと塩に漬け込んで干しとくだけなので選択肢としては全然ありだと思います。あのチャーハンとかカレーとかにも入れますけどね。まあ何せ塩味が濃いので塩入れたいなって時にこの子をスライスしてみじん切りにしたり、まあお酒のつまみですね、そういう感じで食べるといいと思います。それではまた。どうもご視聴ありがとうございます。狩猟を中心とした山ライフの映像をこれからも上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。